アバクウムの家系を描いた19世紀末の遺婚家系に所されるアバクウムアバクウムはロシアの司祭で古儀式派の最初期の指導者212ノブゴロドの東南に位置するグリゴロボ村で生まれる1638年頃に結婚その後村を追われて1641年にタスク祭となり2年後に司祭となる1651年に長司祭に任じられた モスクワの火山制度に努めていた、際、宗主教ニーコンの教会改革に強く反対し、1653年、シベリアに流刑された。はじめツァーリのアレクセイは、アバクウムをモスクワに呼び返し和解させようとしたが、彼は拒否し、逆にニーコンを一旦と宣言した。1666年の東方教会会議において、定められた。 ニーコン以前の礼拝を廃するという方針に従わず、1667年6月17日に、ついに破門され、ヨーロッパ・ロシアの最北端プストジョルスクの取り出に、流刑された。15年間この地に遊兵されたが、不死を曲げず、アバクウムとエピファニーの生涯を信仰を同じくする、者たちへの励ましとして書き送った。この間、彼に従って、聖教会に抵抗する。 お儀式派が広がったため、1682年に、ツァーリの直令をもってアバクームは、噴景に処せられた。彼の自伝は、当時の文語である教会スラブ語によらず、我がロシア固有の言葉である公語が用いられ、飾り気がなく力強い筆致と、人間味豊かな内容によって知られ、トルストイ、ドストエフスキー、ツルゲーネフなどの近代作家によって高い評価を受ける、ことになった。 ありがとうございます。